皆さんこんにちは、のどちゃんののんちゃんです。やっほーということで、今回は私の端くれチャンネルに出てくれると思ってなかったんですけど、端くれチャンネルってセクシー業界のもうレジェンド女優さんですね、戸田誠さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。戸田誠です。はい、お願いします。何回かお仕事でもご一緒させていただいてるんですけど、私がマコリンさんの番組に呼ばれていろんな話をすることはあったんですけど、マコリンさんのことをもっと私は知りたいなと思っていて、で、私はこの業界に入ってだいたい1年半ぐらいなんですけど、マコリンさんどれぐらいですか？5年半ぐらいやってます、うんうんうん、もう4年ほどの先輩なので、いろんなね、この業界についてのお話だったりとか、まあ、女優としての、まあ、いろんなことを聞けたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや本当に呼んでくれるので、いや嬉しいです。呼びますよ、呼んでくださいねって言って、なんか口約束だけで私も終わるのかなみたい なんかこれで終わるのかなと思ったんですけど、ありますよね、そういうの、ね、ありますよね。でも本当に心よくOK していただいたのでね、ぜひいろいろ聞きたいなと思います。ではですね、教えてマコリン先生ということで行かせていただきたいと思います。セクシー女優を長く続ける秘訣ってありますか？ということから聞かせていただきたいと思います。移り変わりが激しい業界ですね。ではかなり長い間本当ご活躍されてると思うんですけど、秘訣ありますか？はい、2016年にデビューしたんですけれども、もともと長く続けるつもりで入ってきてない子もいっぱいいるので、一概には言えないんですけど、やっぱりその時に同じぐらいの年にデビューした方、で今もやってる人ってすごく少ないというか、年々減っていくんですね、やっぱり。その引退理由は本当に様々なんですけれども、結構、初めてそれこそ1年半ぐらいでももう辞めちゃうみたいな子も多いし、で辞めていく子とかにもこう、私辞めるわみたいな話とかをお茶で聞いたりとかっていうこともいろいろあった中で、自分の経験とその子たち、辞めてた子たちの経験とも合わせると、無理しない無理しないのが一番続きます、ですね、いろんな意味でですよね。そう、なんかやめ際に、私人の期待に応えすぎなければよかったって言ってた子とかもいて、やっぱりこう期待されることと自分が頑張れることの、こういい間を見つけていく、折衷案を見つけていくのが大事なのかなっていうのを思って、私も3年ぐらいやったぐらいから、あ、これやってほしいことを、そのファンの人が期待してることとか、メーカーの人が期待してることを全てやってたら死ぬなと思ったんですね、体力的にも、なんでなんか程よいとこを見つけて、一番自分の気持ちが大事にしてやっていけたらいいのかなとは今思ってます、なるほど。あとなんか結構大事なのが、これ多分、本当業界のことが話せる友達、なんかどうしても出演者の立場の気持ちって分かんないところは絶対あるんで、なのでちょっと同業の方とか、なんかそういう経験がある方とか、何でも話せるプライベートの友達とかでも、なんかこう、相談できる人がいない、いない時、私最初誰にも言わないで始めたんで、その時ってもう判断は何もわからないから、あ、それが普通なんだって言って全部やってたみたいな感じなんですけど、やっぱ同じ立場に立てる友達、事務所の先輩後輩でも何でもいいけど、誰かいると、いいんだろうなって、わかります、すごい思います。ありがとうございます。すごく真面目で、真面目はい、では2つ目の質問、撮影現場で心がけていることってありますか？心がけていること、結構、何年かやってからなんですけど、要はこうセクシーな行為をするわけじゃないですか、でセクシーな行為をするにあたって、不安なことが残ってる状態だと、
全然楽しめないというか、うんうんうん、余計なこう雑念みたいなのが消えない状態で撮影すると、うん、結構こう撮る尺とかも長いじゃないですか、うんうんうん、みんなだって見てると思いますけど、うん、セクシーなビデオ なぜか3時間ぐらいある2時間から3時間ぐらいあって、ね、うん、なんでみんな3時間の映画は見れないのに2、3時間の AV は見るんだって思ってるんですけど、あの、うん、長いから1回の尺とかもすごい長くビデオ回すとことかもあって、うん、そうなると私とか集中力がないから、うん、余計ななんかこの人さっき咳してたよなとかなんかそういうこととかが気になっちゃうことがあって、うんうんうん、そういえばさっきのなんか言わなきゃいけないセリフ確認してないみたいなとか、うんうんうん、なんでなんかとにかく自分が不安じゃない状態になることが大事だなと思ってて、うんうんうん、そういう点ではその、はい、内容の打ち合わせの時とかに、うん、実はこういう前こういうことがあってこの時すごい困ったんですけど今回はこういうことってないですかとか、あの現場にこういうのが私どん兵衛のカップ麺がすごい好きなんですけど、うんうん、どん兵衛置いといてくれると心折れた時に食べるんでとかそういうなんか自分のケア、うん、メンタルケアのできる状況を現場にちゃんと作っとくみたいなことが結構自分はそういうのをこう前はこう言えない私みたいななんかいっぱい女優さんもいるし私みたいなやつがわがまま言ってもなってなってたんですけど、でもまあ作品を撮ってる時は自分が主役だし、うん、自分ができなくなったら撮影が止まっちゃうわけだから、うんうんうん、って思って結構ちゃんとこれが必要でこれはやりたくなくって、うん、これは逆にできるし楽しくってみたいなことをちゃんと伝える努力をするようになってから、うんうん、あの集中できることが増えたので、うんうん、その集中できる環境ってあるじゃないですか、はい、そこのそのゾーンに入れるようになるまでどれぐらいかかりましたか？結構3年ぐらいかかりました。そうなんですね。それまではもうなんかしくじったらやめさせられるぐらいのビビってたので、うん、なんか意見も言えないというか、うん、完全に私個人の今の悩みを、はい、その打ち明ける感じになっちゃうんですけど、うんうん、まあ、私は2年目で今ちょっとこう1年目こそやっぱりこうなんだろういろんな女優さんがいて、まあ、キャラ的にこうちょっと明るい女みたいな、うん、明るい方言喋る女みたいな感じでこう楽しんでいる様子を撮りたい、うん、撮っていきたいが1年目すごく多くて、はい、でそういうのってやっぱこう自分に一番近いんでうまいことこうなんていうか、うんうん、あ楽しくやれてるなっていうのがすごいあったんですけど、うんうん、2年目になって、まあ、専属ってこうどうしても月一っていうのもあるし、うんうん、あとはこうまあこのメーカーはこういうシリーズを抱えているとかっていうのってあるじゃないですか、はい、なんでこう売れたものをまた別の女の子でそのやるっていうのがあって、うんうんうん、でもそれは別の女の子用に用意した台本だったので私とはちょっとキャラが違うとか、うん、あるとかあとはこう設定的にこうどうしても感情移入がしづらいというか私は得意になんですけど、うん、こう嫌がるのがすごく苦手なんですよ。嫌じゃないもんみたいな。いやそういう時ありますよね。ちょっと楽しい。ちょっと楽しいんですよねみたいな。全然嫌じゃねえしみたいな時ってあって。全然嫌じゃないかし。嫌。そうそうそう。で、もう嫌やっていう意思表示でも見せないと、それそのこうたまあまあ。とかってつくとそういうのが好きな人たちも見る、うん、今まで見なかった人たちが、うん、でなるときにすごくこうなんかまあ何回かご一緒している監督さんとかやと、まあ、例えばこうものだったりしたら楽しそうだよねってカットが終わったら言われたりとか あとはこうちょっとこう強めの S地上じゃなくて S みたいなのを売りにした時に、うんうん、いやのぞみちゃんちょっと優しすぎるねって言われたとか、わかる。でも叩けねえもん。そう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 、叩けない、蹴ってくださる。
あのカットをとって大丈夫ですか、痛くないですかってなっちゃうんですよね、はい、でそれがすごく私はこう今悩んでるというか、うどうしたらいいんだろうかみたいな、うんうん、なんか そういう別のキャラをとか別のこうする役を与えられるたびに、あこれ売れへんのちゃうかなとかを考えちゃうんですよね、どうしても。でそれがすごく私は嫌で、うん、楽しんでたことが、うん、をなんかみんなは楽しんで見てくれてたのになとかって思うと、うもう撮影の前の日がこう、はあ、頑張るな、はあ、よっしゃ言うぞっていう気持ちにならないと立ち上がれない、うんうん、気合い入れないといけないですよね。そうそうそう、自分から遠すぎる内容をどうしてもね、うん、続ければ続けるほど来ちゃうし、うんうん、それがこう世の中の流行りになっちゃったりするともう、うん、なんか私1ヶ月に1回人の男を寝とって寝とって寝とられ寝とって寝とられみたいな発音とかもあって、あと毎月されてるみたいな時とかもあって、そうなるとなんかやみますよね、その内容1個があってより、なんかこの作品が売れなかったらこう、あ売れないと思われちゃうな、でもこれすごい頑張り方わかんないみたいなものとかあったり、どうしても相性はあるから、なんか私一回あのあざとい女子アナみたいな役、うん、でまあ前半こうムカつく女をやればやるほど、うん、後半この野郎みたいな感じで、うんうん、こうカタルシスが生まれる系の作品で、うん、嫌な女めっちゃむずい、これすごい自分が性格いいみたいなアピールになるんですけどなんかその、うん、陰キャをいじめる女みたいなのが、うん、でいじめたくないみたいななっちゃって、でもその時はすごい一生懸命どういう人をイメージしてますかみたいな、うん、あのドラマのあの女優さんがやってた役とか、うん、そういうの何個か具体例聞いて、もう前日とかにそれを見て、うん、私はこの女になるって思って行くとかしましたね、うんうんうん、なるほど、もうじゃあそう具体例があると、具体例とか、うん、もう前例そのシリーズがあるんだったら、そのシリーズを見てみるとかっていうのがやっぱ、うん、イメージしてる作品とかありますかって、結構サンプリングの世界なんで、うん、あの一回あったものをこうアレンジして別の子でやるとかがすごく多いから、うん その中でこうこの監督さんはどういうのを見てこの企画を作ってんだろうみたいなとこまで聞くと、うん、あのスイッチ入りやすくなるかも、その具体的なのが、うん、確かに確かに、自分が人をいじめてるのとか多分想像できないじゃないですか。いやできない想像できないことやっててちょっと面白くなっちゃう、うん、確かに今なんか蹴ってるみたいな思っちゃうんですけど、具体的な像をイメージするとかは、うん、ちょっと、はい、あのそうやると 楽な気持ちでいけるかもしれない。ありがとうございます、はい、めちゃくちゃ勉強になりました、はい、私はもう次からマジでそうしますありがとうございます。